はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではドラゴンクエスト4実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、まずキングレオのお城に行きまして、その後に、港町ハバリアで、このアッテムトまでねやってきたところで、まあ、終了したわけなんですけれども、まあ、どうやらね、ミリアとマーニャの仇のバルザックはね、まあ、キングレオの城にいるらしいんですけれども、まあ、大臣しかね、そのキングレオのお城の、まあ、王室に入れないということで、大臣をね、なんかびっくりさせるためには、なんか火薬がね、まあ、必要だということで、まあ、このアッテムトに来たわけなんですけれども、まあ、アッテムトはね、まあ、こんな感じのご覧のありさまなんですけれども、ですね、まず、ミネアとマーニャのね、またレベルを上げまして、ミネアがレベル18で、マーニャがね、レベル19まで上がっております。それで、装備品はですね、ハバリアでね、売ってる、武器、防具の、まあ、一番高いやつですね、モーニングスター、鉄の鎧、鱗の盾と、あとは、毒牙のナイフ、毛皮のコートですね。で、まあ、毒針をね、まあ、3つ持ってるんですけれども、まあ、一応ね、今回で、第4章をクリアするつもりでおりますので、まあ、一応ね、換金アイテムというか、まあ、一番高いアイテムはね、まあ、マーニャに持たせてあるという感じですね。で、ですね、まあ、昼のアッテムトの皆さんのお話は、まあ、前回ね、聞きましたので、ちょっとね、今回、夜にね、してみましょうか。まあ、さらにね、悲惨な話が聞けるわけなんですけれども、まあ、ちょっとね、かなりテンションの下がる感じはするんですが、まあ、話をね、聞いていきましょう。妻のヘレンの墓です。ヘレン、君に会えるのもそう遠くはないようだ、と。寂しいですね。このお宅は、おじいちゃんは火薬作りだけが生きがいだったのに、それを禁止されてしまったんです、と。これは前回と一緒かな？一緒ですね。あと、この神父さんなんですが、夜になると、まあ、寝てるわけではないんですが、倒れてますね。疲れているんです。休ませてください。明日また来てください。ごほごほと。まあ、笑い事じゃないんですけれども、まあ、かなりね、病んでますね。命が惜しかったら鉱山には入らないことです。変なガスが出た時から魔物たちが現れ始めて、ごほごほと。お、この人は寝てますね。ごほごほ。あの鉱山からはまだまだ金が出るはず。それを見つけるまでは、ごほごほ。まあ、要は、まあ、このアッテムトの皆さんは、まあ、金をね、まあ、探してるらしいんですが、まあ、金より命だと思うんですけどね。うん。我が遺跡を表すものに災いあれ、メラメラメラ。このなんか、人玉みたいなのは夜限定かな？同じですね。我が遺跡を表すものに災いあれ、メラメラメラということなんですが、じゃあ早速ね、火薬を取りに行きましょうか。で、この鉱山の中にもね、何人か人がいますので、まあ、とりあえずね、話していきましょう。気をつけな。ここは魔物がうじゃうじゃいるぜ、ということですね。で、これは、不思議な木の実。不思議な木の実は MP が上がるんですけれども、まあ、とりあえずね、まあ、ミネア持ってるんで、ミネアにね、使っちゃいましょう。4上がりましたね。まあ、魔物がね、うじゃうじゃいるぜ、なんて言ってたんですが、まあ、ここでね、かなりレベルを上げましたので、まあ、今となってはね、そんなに強い敵ではね、なくなっちゃったんですが、ちょっとギラは痛いな。一つ目、ピエロ。うん。まあ、楽勝ですね。しかし敵が多いゲームですね。虎男。何なんでしょう、こいつは。じゃあ、まあ、せっかくなんでね、この静寂の玉でも、この一つ目ピエロにね、使ってみましょうか。
封じ込めましたね。封じ込めてしまえばもう、あ、逃げちゃ、逃げましたね。あとは虎男だけですね。よし。ま、回復はまだ大丈夫かな。お、骸骨がいますね。バンプドック。バンプドックは、ラリホとかね、ちょっと唱えるんで、割と面倒なんでね、封じ込めちゃいましょう。ほぼ 100% 効くのかな、静寂の玉は。もう封じ込めてしまえば、こっちのものですね。あ、そっか、別に MP とかね、気にする必要はないので、ガンガン呪文を使っていきましょう。あ、そう、マーニャがレベル19になった時にですね、メラミを覚えましたね。非常に強力です。そして敵が多い。バンプドック2匹。そしてなぜグループが分かれてるんだ?あ、オーリンやばいな。2体残っちゃいましたね。そう、あと、まあ、レベル上げをしてるときにですね、なぜか一回全滅をしてしまいましてですね、若干お金が、まあ、減っちゃったんですが、まあ、それでもね、まだ、いくらぐらい今あるんだろう。22,300 ぐらい持ってますね。一つ目ピエロ。じゃあ、静寂の玉で封じちゃいましょう。相手の方が早かった。ちょっと一手遅いですね。まあ、一回分しかね、MP は持ってないんですけれども。まあ、一応ね、封じた方が早いかなと思います。返事がない。ただの屍のようだ、と。この人はもともと、まあ、アッテムトのね、人だったんでしょうけれども。まあ、骸骨、うん。まあ、魔物にやられたのかね。まあ、ガスでやられたのか、わかりませんが。じゃあ、虎男にメラミでも撃ってみましょうか。あ、効かない。やるな、虎男。しかも、雄たけびを上げてますね。で、この虎男のグラフィックなんですけれども、最初白い部分がね、なんか、目玉だと思ってて、なんか目玉が飛び出しててね、なんか、可愛いななんて思ってたんですけれども、顔の白い部分は、まあ、いわゆる犬とか猫のね、ほっぺたの部分なんですよね。まあ、ちょっとね、すぐ倒しちゃったんで、わかりづらかったかもしれないんですが、ずっと私勘違いしてましたね。あ、そしてマーニャがやばいな。この戦闘が終わったら、ガーッと回復しましょうか。違う違う。ミネアのベホイミをマニア。で、あとはホイミで十分かな。あとは本人にホイミをかけまして、OK と。これはなんだ?銀のタロット。銀のタロットは武器ですよね、確かね。あ、攻撃力は下がっちゃうんですね。じゃあ、モーニングスターでいいかな。戦闘中に使うとね、何らかの効果が出ると思うんですけれども。じゃあ、ちょっとね、一回ぐらい使ってみましょうか。使う。で、さまよう魂ですね。お?なんだ?悪魔のカード?よく効果がわからないな。うん。まあ、とりあえず、戦闘というかね、先を急ぎたいので、ガンガンね、攻撃しちゃいましょうか。このさまよう魂というのも、もともとは、アッテムトの人間だった人の魂なんでしょうかね。だとするとね、ちょっと悪いことしてるような気がするんですが。まあ、いいでしょう。いっぱいいますね。
呪文効くのかな。一応撃ってみましょうか。ベギラマ1体2体3体半分ぐらいにしか効果がないですね。だったら殴った方がいいかな。もう1体残っちゃいますね。これで倒せるかな。よし。お、経験値が高い。それで、この左側にね、なんか、わ、虎男。ふん、出ましたね。堂々鳥はね、結構手強いので、メラミで片付けちゃいましょう。ちょっと痛いな。よし。虎男。いわゆる口の中から顔が出てるという感じですよね。周りの虎は、あれなんでしょうかね。なんか、毛皮みたいな、そんな感じなんでしょうかね。この人は生きてますね。ベビーサラマンダ。こいつは、そうですね、この全体攻撃の火の玉ですね。こいつが非常に厄介。で、そのくせすぐ逃げるんですよね。今回は逃げないですね。結構レベルの低いうちもね、なんか、適当に攻撃をして逃げてくみたいなね、そんな印象があるんですけれども。わあ、戦闘か。わあ、いっぱいいるな、堂々鳥。どうしよう。バギーとベギラマの重ね掛けですね。まあ、まだまだね、MP は豊富にあるので、惜しみなくね、使っていきましょう。これでいけるかな？ 1 体残っちゃいましたね。ちょっとミネアが危ないかな？一応回復しておきましょう。いっぱいいた仲間はみんな死んじまったよ。ごほごほ。だったらあなたも早く逃げなさいという感じなんですけどね。よっぽど金が欲しいんでしょうね。また似たような組み合わせですね。メラビ。お、ベビーサラマンダ足が速いですね。あ、こっちが全体的に遅いですね。こんなにレベルを上げたのに。先制されてますね。じゃあ、とりあえずオーリンと、マーニャも回復しておきましょうかね。よし。こっちは確か何にもなかったので、先を急ぎましょう。お、誰かいますね。ガスが出ようが、魔物が出ようが、金が出るまでは頑張るんだ。あ、掘って、掘って、掘り抜いてと。元気いいですね。火薬を取りに来たのかい？だったら、火薬壺に入ってるよ。もっとも、しけっちまって、派手な音をさせるくらいにしか使い道はないと思うぜ、ということで。じゃあ、ありがたくね、火薬を、もらいましょう。火薬壺を手に入れた、ですね。じゃあもう、とりあえずね、火薬壺を手に入れましたので、出ましょう。それで、ハバリアに飛びまして、で、一回回復してからね、キングレオの城に行きましょうか。まあ、いよいよね、親父さんの仇のバルザックをね、倒しに、向かいましょう。ちなみにアイテムは、薬草、聖水、火薬壺。まあ、いっか。とりあえず、このまま向かいましょうか。まあ、戦闘するのも面倒なので、まあ、一応ね、聖水を先に買っておきました。まあ、近いんですけどね。じゃあ、まずは、大臣をね、びっくりさせに行きましょうか。こっから侵入ですね。こ
この辺で使うのかな、確か。火薬壺を使いましょう。お、大爆発。ミネアは火薬壺を使った後。お、慌ててなんか飛び出していってますね。これはしばらく追っかければいいのかな。こんな感じでストーキングしましょう。お、なんかキョロキョロして中にね入っていきましたので、ここかな。あ、違う。オーリンは壁を調べた。壁にボタンが見つかった。ボタンを押しますか。押しましょう。オーリンは壁のボタンを押した。なんと壁が開いた。そのまま説明してますね。じゃあ行きましょうか。いましたね、バルザック。何者だ。ここはバルザック王のお部屋なるぞ。知ってます。知ってて入ってきました。ちょっと大臣逃げないで。こんなところで何をしておる。早く向こうへ行かぬか。偉そうにね言ってますが、じゃあバルザックで、ね、戦いましょう。ほほう、その方らは確かエドガンの娘たち。父親の敵討ちに来たというわけか。いかにも私がバルザックだ。偉そうにしてますねこの人も。エドガンは偶然に発見した進化の秘宝を闇に葬ろうとしたのだ。うん、愚かなことだ。その秘宝さえあれば世界の王にもなれるものを。見るがいい、私の力を。この素晴らしい進化した体を。バルザック。出てきましたね。まあ、素晴らしい進化した形かどうかはわかりませんが、まあ、とりあえずね、ボコボコにしちゃいましょうか。なんか呪文効かないかな。ラリフォーマとか効かないですかね。で、静寂の玉ですね。お、1ターン目でね。うん、これでもう、バルザックは ほぼ、無力ですね。じゃあ普通に攻撃をして、じゃあメラミでね、燃やしましょうか。あ、火の玉とか入ってくるんですね。強いな、メラミ。回復はまだ大丈夫なので、総攻撃ですね。お、結構痛いな。じゃあ一応、回復をしておきまして、メラミ。ドン。やっつけましたね。バルザックをやっつけた後。ん？あ、晴らせばいいのかな？あ、違う。不覚を取ったものよ、バルザック。そんなことでは、読めなかった。これはキングレオ様。何とぞ、このことをデスピサロ様にはご内密に。まあよい。まだお前を死なせるわけにはゆかぬ。エドガンの娘と申したな。さあ来るがいい。私が相手だ。ということで、キングレオですね。キングレオ。八つ咲きアニマルですね。まあここはね、まあ皆さんご存知かと思いますが、まあ、いわゆるね、負けイベントというかね、そういう感じですので、まあ、適当に頑張りましょう。たったの5ポイント。ああ、マリアじゃない、ミネア。オーリンもほぼ一撃ですね。キングレオの攻撃でオーリンが死亡。残るはマリア。あ、マリアも。やられちゃいましたね。マーニャたちは全滅した。気づかれたか娘さん。ずいぶんひどくやられたようじゃの。ごほごほん。ここはどこ。まあ一応ね、まあオーリン、ミネア、マーニャまだ生きてますね。しかも全開してますね。結構寝心地のいいベッドだったんでしょうか。ごほごほ、わしはもうダメじゃ。この国から逃げ出そうとしたが力尽きたらしい。しかしお前さんたちはまだ若い。
奥の箱に乗船券があるからそれをあげよう。どうかわしの代わりに逃げてくれ。そして生き延びるのじゃ。了解です。まあ仇のねバルザックは倒せたんですが、まあその黒幕というかねキングレオにコテンパンにやられてしまった、まあ、ミネア、マーニア、そしてオーリンなんですが、じゃあこのねキングレオのお城からね脱出しましょうか。なんと乗船券を見つけた。これでハバリアに泊まってる船に乗れるのかな。ちなみに火薬壺とかはまだ持ってますね。じゃあ脱出ですね。あ、脱獄だ。しまった、見つかったか。さあ早く。お、いっぱい兵士が出てきましたね。ここは私に任せてお逃げください。さあ早く。戦ってますね。待て、逃がさぬぞ。待て、逃がさぬぞ。オーリンは？ここは私に任せてお逃げください。さあ早く。じゃあ逃亡ですね。とりあえず一時的な逃亡ですね。これはしょうがない。ではハバリアに戻りましょうか。あ、別に草原を歩いてくる必要はなかったのか。ここは港町ハバリア、エンドール行きの船が出る町だと。これ出られるんですかね。あ、出られますね普通に。まあ、特に別れの挨拶とかはしなくて、このまま、まあ、キングレオの追手が来る前にね、脱出しましょうか。その前に、あれ？なんでマーニャが先頭にいるんだろう。違いますね。ミネアの薬草を売っちゃいまして、で、まあ、一応毒針を買っておきましょうか。装備できませんが結構ですと。うん、これで、まあ、ちょっとねお金残ってますけれども、うん、まあ毒針 4つ持ってるのかな。 1,2,3,4、 うん、これがまあこの国から持ち出せる精一杯かな。脱出する前の話は変わるのかな。キングレオの王様が変わってから取り締まりが厳しくなっちまって、船に乗るための乗船券がなかなか手に入らないんだと。一緒かな。一緒ですね。うん、変わらないですね。ウォンウォンは、ウォンウォンは遠いですね。なんかあと一歩右なかなか来ないな。まあいっか。ではいよいよね船に乗って国外に出ましょうか。まあ特にねやり残したこともないと思いますので、うん、出ましょう。下に行けばいいのかな。乗船券を持ってきたな。さあ乗った乗った、もうすぐ出航だぜ。ということで、まあ、まずはねちょっと船内見てまいりましょうか。この船の行き先はエンドール。どんな国でしょうか。ワクワクしますね。なるほど、エンドール行きの船ですからね。まだ船は出ないのかって、焦りなさんな。他のお客たちと話でもして、その後上にいる船長に話してみるんだな。なるほど、了解です。結構人乗ってますね。人々のいろんな思いを乗せて船は出て行きます。娘さん、この国で何があったのかは知らないが元気をお出しなさい。生きてさえいればきっといいこともあるでしょうから。あ、なるほどですね。このセリフいいですね。生きてさえいればきっといいこともあるでしょうからということですね。
ウージル。なんでオラのことを、あ、これハバリアにいた人ですね。うんにゃ、嫁っ子は他にもいるだ。うえんうえん。振られちゃったんですね。特に何も見つからないと。僕ピピン。せっかくパパに会うためにこの国に来たのに、お姉ちゃんたらもう帰るって言うんだ。プンプン。あ、この兄弟はアッテムトにいたお父さんに会いに来たんですけど、アッテムトでね、その親父さんは死んでたんですよね。弟には父親のことはしばらく話さないでいるわ。この子が大きくなって苦しみや悲しみに耐えられるようになるその日まで。優しい姉ちゃんですね。まあ私にも、まあ姉はいるんですけれども、こんな優しい言葉はかけてもらったことが一度もないですね。確かこの船の中に小さなメダルがあったと思ったんですけれども、場所がわからないな。足元じゃあ見つからないですもんね。どこだろう。こっちかな。違いますかね。一応まあ調べておきましょうか。まあといってもね、まあこれから小さなメダルとか出てくるんですけれども、まあ全てのありかをね知ってるわけではないので、まあ全回収とかはねちょっとできないんですが、まあ一応知ってるところだけはね、集めていこうかななんて考えてるんですけれども、船室は下にあるぜ、お客さんと。あれ？ここじゃなかったかな？ちょっとわかりませんけれども、私の知り合いのトルネコというのが、エンドールでお店を出したんで、そのお祝いに行くところです。なるほど、トルネコの知り合いの商人なんでしょうかね、この人は。なんでも、キングレオの王様を殺そうとした奴がいたそうだぜ。私たちですと。あれ？ここじゃなかったでしたっけ？ここはもう出港になっちゃうのかな？船が出ると、もうこの国に戻っては来れないだろう。思い残すことはないかね？船を出してもいいかね？ちょっと今しばらく停泊してください。それなら用事を済ませてきら。待っていてあげるから。ありがたいですね。まあかすかな記憶を頼りにねやっておりますので、見つからなかったらもうそのまま船出しちゃいましょう。第4章じゃなかったでしたっけ？覚えてないな。第5章のあそこでしたっけ？なんか船の中にね1個小さなメダルがあったと思ったんですけれども、一応下行ってみましょうか。何もないかな。何もないのかな。一応船の反対側も回ってみますけれども、見つからなかったら本当に申し訳ありません。正解を知ってる方はしばらくスキップしていただいてもいいんじゃないかななんて思うんですが、ないかな。なさそうですね。あれ？すいません、私の勘違いみたいです。まあしょうがないか。じゃあ出航しましょう。いよいよ、まあ、せっかくねキングレイを倒したんですが、まあ親玉のねせっかくバルザックを倒したんですが、親玉のキングレオにコテンパンにやられてしまいましたので、まあ一時で撤退しましょう。これもなんか寂しい最後っていう感じがしますが、まあ、とりあえずね船出しましょう。船を出してもいいかね。じゃあ出してください。よし、では出航だ。
怒りをあげろ。これ出航のテーマなんでしょうかね。あ、船がね出ていきますね。こういうなんか船出のシーンっていうのはね、なんかこう希望に満ち溢れてる場合と、なんかこう失意のままね船が出ていくっていうね、なんか2つのパターンがねよく私思い浮かべるんですけれども、今回はちょっと失意のパターンですね。で、ハバリアから北東に向かうとエンドールがあるのかな。あ、ここはあの場所ですね。ハバリアから北東に行くとエンドールがあるんですね。船が着いたぞ、エンドールの国だぞ。こうしてマーニャとミレアの二人は思いを遂げられぬままふるさとの国を出たのでした。自分たちを助けてくれるか細く小さな光とは。その光を探すため再び二人の旅が始まったのですと。第4章モンバーバルの姉妹カン、ちょっとまあ寂しい終わり方でしたが、まあ無事にね第4章もクリアできましたね。よし、まあ、引き続きね第5章なんですが、まあ、第5章のオープニングもね結構悲惨な感じがしますので、なんか割と今回は悲惨な話が多いですね。セーブはしないで、まあ、そのままね、第5章やっていきましょう。はい、第5章導かれし者たち。エンドールから遥か東の山奥に名もない小さな村がありました。その村に住む人々は決して表に出ず、よそ者を寄せつけずひっそり暮らす毎日。村人たち以外はそんな村があることさえ知らないはずでした。しかし、さあできたわ。ゴンヤ、いい子だからこのお弁当を池で釣りをしているお父さんに持って行っておくれ。あ、それから村のみんなに会ったらちゃんと挨拶するのですよ、ということで、いよいよね、第5章始まりましたが、ここに来てね初めて勇者ゴンが登場ですね。勇者ゴンの強さは、まあ、レベル1ですからね、まだまだ全然弱っちいのですが、あ、ニフラムなんて覚えてるんですね。知りませんでした。壺の中には何もなしと。お弁当を届けてくれたらお前もすぐ食事にしますからね。なるほど。タンスの中は何もないのかな。何もないですね。まあ、ちょっとね今回は、まあ、ストーリー上というかかなりね時間の長い動画になってしまうと思うんですが、ここは村の入り口。怪しい奴が入ってこないよう見張っているのだ。ゴン、村の外へ出たいのか。はい。しかしまだその時ではない。今のお前ではまだまだ力不足なのだ。なるほど、守られてるわけですね。お、ゴン、散歩かい。今日はいい天気だね。うん、いい天気っぽいですね。で、この寝っ転がってるのがシンシアかな。おはよう、ゴン。こうして寝っ転がっているととってもいい気持ちよ。ねえ、ゴン。私たち大きくなってもこのままでいられたらいいのにね。うん、このまま痛いんですけどね。ふふ。きえい、ぽか。わはは、油断したな、ゴン。剣の修行は厳しいのだ。ふ何を言ってるんでしょうか。ぐるぐる回っておりますが。とりあえず村の人に挨拶をしてからお弁当を届けに行きましょう。おう、ゴンか。今日はそなたにライデインの呪文を教えようぞ。しかしその様子では腹が減っているな。よし、授業は飯を食ってからじゃ。結構のんきものですね。まあ、この段階でね、まあ、ライデインを覚えたところで、まあ、MP がね5しかないので呪文は唱えられないんですね。
実は昨夜旅の詩人がこの村に迷い込んできましてな、村の掟を破ってつい助けてしまったのです。うん、災いの種にならねばよいのですが、この人かな、詩人。私は旅の詩人、山道で迷ってしまってこの村にたどり着いたのです。ほう。しかしこんな山奥にこんな村があったとは聞いたこともありませんでしたよ。まあ名もないね、隔離された小さな村らしいですからね。この階段は先に行けるのかな？扉。あ、誰かいますね。おや、ゴンじゃないか。ここは倉庫だよ。倉庫。倉庫の中には何かあるんでしょうか？壺の中には、お、薬草が入ってましたね。じゃあありがたくね、もらっていきましょう。道具はお弁当と薬草ですね。この段階でお弁当って使えるんですかね。使ってみましょう。ゴンはお弁当を使った。あ、回復するんですね。お弁当なくなっちゃったんですけど、いいんでしょうか。じゃあこの人が、まあ、ゴンのお父さんと言われてる人かな。おう、ゴン、お弁当を持ってきてくれたのか。さっき食っちゃいましたけどね。なんと、お弁当はお前が食べてしまっただと？とほほ。すいません。ところで今夜、あ、結構立ち直りが早いですね。お前も17歳。あ、私は17歳だったんですね。高校2年生ぐらいでしょうかね。そろそろ大人の仲間入りだな。うん、17歳で大人の仲間入りができる世界なんですね。よいか、ゴン。強く正しく生きるのだぞ。たとえ何が起こってもな。まあ、ちょっとね、意味深な、まあ、今後の展開にね、かなり影響のあるセリフですね。強く正しく生きるのだぞ。はい、了解しました。じゃあお弁当を先に食べちゃったんですが、お母さんに報告ですね。お帰り、ご苦労だったわね。お前もご飯にするかい？まあさっきお弁当を食べましたが、まあもう一回ね、ご飯食いましょうか。はい。じゃあそこにお座り、すぐに支度をするから。お。ついにこの村が魔物たちに見つかったんです。わ、読めなかった。まあ大変、ゴンや、私のことはいいからすぐにお逃げ。さあ、私についてきてください。この人のセリフさっきね、読めませんでしたね。魔物は俺たちで食い止める。ゴンを早く安全なところへ。おしいしや。ゴン、あなたにもしものことがあったら私、とにかく隠れて、私もすぐに行くわ。お願いします、シンシアさん。くそ、魔物どもめ、ついにゴンの居場所を突き止めたか。もう少し時間があればゴンを立派な勇者に育てられたものを。ついてこい、ゴン。あ、さっきの剣術の人ですね。お父さん、ゴンや、ついに来るべき時が来たようだ。今まで黙っていたが、私たち夫婦はお前の本当の親ではなかったのだ。まあ、里親みたいなね、そんな感じだったんでしょうかね。詳しい話をしたいが、今は時間がない。さあ早く隠れるのだ。倉庫にね、来ましたね。どひゃー、魔物が攻めてきたって？それじゃ戦わなくては。いいか、よく聞け、ゴン。魔物たちの狙いはお前の命。魔物たちはお前が目障りなのだ。うん。お前には秘められた力がある。いつの日か、どんな邪悪なものでも倒せるくらいに強くなるだろう。うん、特別な存在なんでしょうかね、ゴンは。まあそうなんですけれどもね。しかし今のお前はまだ弱い。とにかく逃げて、読めませんでした。すいません。生き延びるのだとか言ってたのかな。お、会心。あ、シンシア。ゴン、今まであなたと一緒に遊べてとても楽しかったわ。大丈夫、あなたを殺させはしないわ。
強い子ですね、シンシアは。シンシアはモシャスを唱えた。シンシアはゴンそっくりに姿を変えた。さようならゴン。ああ行ってしまった。シンシアが戦ってるのにゴンはこんな倉庫の片隅で何をやってるんでしょうか。外から魔物たちの声が聞こえる。デスピサロ様、勇者ゴンを仕留めました。よくぞでかした。では皆の者引き上げじゃ。結構間抜けですね。モシャスを、見破れないぐらいの魔物ですからね。またね、村が全く音がしなくなりましたね。じゃあ出ましょう。わあ、毒になってる。そして村人が誰もいない。全滅ですね。寂しい。何にもない。家も破壊されて、花畑は毒にされ、ここにシンシアが寝てたのかな。なんと羽帽子を見つけた。ゴンは羽帽子を手に入れた。これがシンシアの形見っていうかね、そういう感じですよね。じゃあかぶっていきましょう。あ、装備できないんだ。なるほど。じゃあ形見の羽帽子を拾って、この村がね、魔物に襲われて、村人はね、ゴンを守るために、倒されてしまったっていう感じですよね。じゃあ旅に出ましょうか。薬草と羽帽子。さっき弁当食っちゃいましたからね。いっか。いやー、寂しい曲ですね。で、祠がありますので、入ってみましょう。失礼します。こんにちは。なんだおめえ、旅の門かい？ここは木こりの家だ。にしてもおめえ、しけたつらしてるな。俺はよ、陰気臭いガキはで嫌いなんだよ。てめえみたいなガキはさっさと山を降りやがれ。お城があるからよ。なんだかんだ言って親切ですね。ちょっと待った。なんだおめえの格好は。それじゃ旅はできねえぞ。あっちの部屋の壺の中にいろいろ入っているから持って行きやがれ。極めて親切な人ですね。ワンワンワン。口は悪いけどね、かなり親切な人なんですが、実はこの木こりさんがみたいなね。そういう感じですね。じゃあありがたくね、旅の支度を整えましょう。50ゴールド、お金、そして薬草、もう一個は革の鎧。革の鎧はありがたいですね。布の服しかね、着てないですからね。じゃあありがたく装備品をいただいて、あっちのお墓はあの人のお墓なんでしょうかね。この木こりの謎とかね、このお墓とかも、じきにね、ストーリーが進むうちに分かってくるっていう感じですね。結構こんな近いところにね、重要な伏線が貼られてるわけですね。じゃあお城があるというので、ありますね。結構近い。ここは何城？ここはブランカのお城だ、ということなんですが、なんかいっぱい人が歩いてきましたね。この街の情報収集だけしちゃいましょうかね。ちょっとね、長くなっちゃいましたけれども。いっか。とりあえず、今回はね、この辺で一旦終了して、次回話を聞いて回りましょうかね。ここでね、多分セーブができると思いますので、できますね。では、今回ね、とりあえずここで一旦終了しまして、次回ね、このお城の、情報収集からね、始めていこうと思います。それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。
次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。